ひろゆきさんとかホリエモンとかやたらアホとかバカとか偏差値低いとか IQ 低いとかバカ扱いするじゃないですか。いいんですかあんなことで。いやでも彼らはバカ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 はいやいや世の中をバカにしたいバカを顧客にしてるので、うん、でも世の中をバカにしたくてあれで爽快感を覚えるやつってバカだなって思わないんですかね自分のこと。まあそのメタ思考ができる人たちは彼らの動画とか見ないんじゃないですか。ああそういうことか。まあ、ちょっといろんなタイプの人がいると思いますけどね。あの何か一段頭が良くなった気がしたい、優越感を感じたいっていうグズグズしてる人っていうのもいると思いますし、単純になんかスカッとしたいっていう人も多いと思うんですよ。要は刺激なんです。刺激という言葉で分かるんですね、うん、であとはさっき の, その堀江さんとかひろゆきさんがみたいな社会について物申すみたいなことについて言えば、